写真拡第14日に小倉競馬場で行われた時、このレースを牝馬が勝つのは99年エリモエクセル以来22年ぶり。ワンドラスでメス号中内田、春の名物レースは12年から和菓子戦へ抜け出し重賞初制覇を飾った。今年は勝ち馬を含め牝馬4頭が掲示板に乗った。蔵上の川田はリズムよく位置が取れました。そのまま馬にバランスを教えながら足を溜める準備をしていました。前の馬の並び的2度のタイミングで行こうかと思いましたが、内から行く方がベターだなという選択をして早めに先頭に立って押し切りました。最後まで頑張ってもらいましたと振り返って。